100% 痩せるエクササイズ、一番大事な。出てこいや。はい、こんにちは。重症専門整体 TV の三田翔平です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回なんですけども、今回は 100% 痩せるエクササイズを紹介していきます。はい、痩せるエクササイズなんですけども、一番はどこを動かすのかって言ったら肩甲骨なんですよ。ズバリ肩甲骨です。で、これが一番ね、間違いなく言えることなんですけども、肥満体質の方っていうのは基本的に姿勢がめちゃめちゃ悪くなっているので、この一番上半身の中で大事な肩甲骨ですね。肩甲骨の動きがめちゃめちゃ悪くなっているんですね。で、この肩甲骨っていうのは血液の泉になってます。血液が、滞ってしまう原因にもなるし、まあ栄養酸素送られなくなるので筋肉も硬くなる、体も動かしづらくなる、代謝も落ちていってしまうんで、どんどんこもりやすくなるんですね。よって太りやすくなるっていう、こう二重にね、肥満に結びつきやすくなる。だから姿勢が悪い方っていうのもやっぱり肥満にも結びつくし、肥満になってる方っていうのも、姿勢が悪くなってるんで、ダブルでね、これはセットで、なっていってます。で、いろいろ栄養とかカロリーとか食事とかもあるんですけども、そもそもこの、肩甲骨、きちんと動かせれてない状態で、ダイエットやっても本末転倒なんですね。だからうまく結果出なかったり続かなかったりとかっていうのはやっぱあるんで、この同じ運動をするにしても、この肩甲骨エクササイズを意識して取り入れていってもらいたいんですね。で、エクササイズの方法は、まずは姿勢ですね。姿勢を意識してほしいので、こう内巻きにこういう巻き方、大体ね、肥満の方っていうのはお腹が出て頭が下がって、こういう姿勢の方が多いので、こういう姿勢ですね、姿勢が多いので、必ず、壁にもたれて顎を引いて、まっすぐの姿勢を意識して、肩甲骨ちょっと上げてあげてほしいですね。この状態を、意識してキープするだけでも結構疲れますし、代謝をどんどん上げていくんで、痩せやすくもなるんですね。ここにさらに肩甲骨運動を入れていきます。で、今回ちょっとね、エクササイズを中心にやっていくので、まあ運動量的にはそんなにないんで、まあちょっと一緒にやっていきましょう。まず1個目は両手を外に広げます。両手を外に広げて、大きく胸張ります。胸張って回します。これ10回いきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、はい、で反対いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、はい、これで1セットですね。で、次、2つ目は、肩を下からギュッと後ろに、下からギュッと後ろにいきます。で、この時に手をちょっと外に向けます。はい、こうですね、こうですね。これを10回いきます。はい、1、2、3、背中意識です。4、5、6、7、8、9、10、こっちの開ける方ですね。これ10回、これで1セットですね。はい、次はまっすぐの状態で手を後ろに持っていきます。こういう胸を張って後ろ、これを外から手のひら外に向けた状態、ここからゆっと後ろに、これを10回いきます。はい、力抜いて息吐いてやりましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、はい、結構しんどくないですか。今だいぶ温まってくるでしょ。肩甲骨ね、意識してやるだけで姿勢も良くなるし、で、最後4つ目いくんですけども、4つ目は、片方ずついきます。片方ずつ、前から後ろです。
前から後ろ、これも10回いきます。これも背中意識して、ね、いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、次こっちですね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、これで、4つそれぞれ、10回1セットやったと思うんですけど、これをね、極力、2セットできる人は3セット頑張ってほしいんです。これをね、1日朝晩できたら朝昼晩でもいいので、毎日これを歯磨きのように日課にして習慣化していけば必ず痩せます。痩せるし、姿勢も良くなるから、こうダブル効果が起きてくるので、相乗効果で代謝も良くなっていくしっていう。で、これ注意点なんですけども、ダイエットっていうのは食事だけでやっていくと、もう生理現象として、なんでそれ以上も痩せたら生命危機を感じて痩せにくくするようになっていくんですね。だから、治療とかも何でもそうなんですけども、そもそも痩せ、まず痩せたいってなったら、一つだけのことじゃなくて、いろんなところから刺激を入れて、いろんな方法で、アプローチしていきながらも、ダイエットっていうのがめちゃめちゃいいので、まあ、今回ちょっとこのね、肩甲骨、フォーカスしてやりましたけども、またね、ダイエットのことでも、いろいろやってるので、疑問、質問あれば、コメント、URL からね、LINE から直接、連絡いただければいいので、疑問、質問、何かやってほしいことあれば、いつでも連絡お待ちしてます。じゃあ今日はこれで終わっておきます。また一緒に頑張っていきましょう。また。